やった。ついにできた。これが僕の新しいペットになるのか。楽しみだな。早く生まれないかな。研究は順調か。アッポス。順調すぎて困るくらいだよ。さっきついに完成したんだ。例のあれが。そうか。完成したか。これが孵化すればオーバーなんか目じゃないくらいな戦力になるはずだよ。神獣の力。か。それを手に入れれば、我らの勝利は揺るがないものになるだろう。引き続き頼むぞ。あいあいさ。そういえばボスの方はどうなったの？順調だ。もうじき十二支の指輪も我らのものになるだろう。そのための準備は着々と進んでいる。さて、この神獣ちゃんを孵化させてあげないとね。うわ。あ、待て。ああ、やっぱり、早く見つけないと。レオ。早く地上に行って卵を探さないと。ふわあ、むにゃむにゃ。うつ主あんた。何こんな時にのんきにあくびなんかしてんのよ。ふわあ、お前もじゃねえか。あはは。まあでもあの剣以来、殲滅軍に全く動きがないからそれもしょうがないですよね。でも毎日狩猟はしてるよ。いつ何があってもいいようにね。しかし竜との奴はまだ見つからないのか。いなくなってからもう結構経つぞ。はい。今、闇お姉ちゃんとエイリンさんがいろいろやってくれてるんですけど、まだ見つかってないみたいです。そっか。心配だな。はい。でも竜とのことです。またすぐにケロッとした顔で帰ってきますよ。だな。はぁ、あ。しかし暇ねえ。なんか面白いことはないもんかしら。じゃあ外にでも行こうか。街の様子も見たいし。そうしましょうそうしましょう。たく、暇つぶししたいだけだろ。えへへ。レッツゴー。うぷ主、見て。美味しそうなクレープ屋さんがあるわよ。ほんとだ、行こう行こう。あはは。見回りどころかすっかり遊びになっちゃいましたね。まあ最近は殲滅軍の件でずっとピリピリしてたからな。たまにはこういうのもいいのかもな。マリサー、あい、早くしないと置いてっちゃうわよ。はいはい。あ、どうかしたか。なんでもない。ただ前にもチビミーとここに来たなって思い出しちゃってさ。霊夢、早くすべてを片付けてみんなでここに来たいわね。チビミーも過去に返してあげる前にまた連れてきてあげたいわ。そうですね。きっとできますよ。みんなで力を合わせれば絶対できるよ。どうかした、お姉ちゃん。あれなんだろ。何かしらね、あれ。行ってみよう。確かここら辺に落ちたっぽいけど。なんか薄気味悪いところだな。でも気になるじゃない？手分けして探してみましょうか。うぷ主、あったー。ないねー。本当にこんなところに落ちたのか。てかあの高さから落ちたら絶対粉々になってるだろ。え、粉々ですか。お姉ちゃん、そろそろ戻ろうよ。あ、これじゃない？粉々。これって、なんかの卵。こんな卵見たことないわね。とりあえず持って帰って調べてみたらどうだ。そんな形の卵、どの図鑑を見ても載ってないわねー。じゃあもしかして恐竜の卵とか。さすがにそれはないだろ。そっか。まあ孵化させてみたらわかるか。大丈夫なの？もしかしたら危険な生物かも。まあ雲から降ってきた時点でちょっと怪しいっちゃ怪しいわな。きっと大丈夫な気がする。どうしてそんなことがわかるのよ。なんかわからないけどそんな気がするんだ。
お姉ちゃんってたまにわからない時があるんですよね。まあセガのビールくんなんて使っちゃうやつだもんな。しょうがないわねー。私も忙しいけどあんたのわがままに付き合ってあげるわよ。お前も楽しみなんじゃねえか。しかし孵化させるって言ってもどうするのよ。何か方法でもあるの？わかんない。あ、あんたねー。でも卵なんだから温めたらいいんじゃない？これでどうだ？まあ確かに熱いけどさ、こんなんで孵化させられるのかしら。きっと大丈夫だよ。元気に早く生まれてきてね。むにゃむにゃ。ふわあ。ん？ああ。な、何よ、いきなり。霊夢、見て、卵が。わ、卵にひびが。きっともうすぐ生まれるんだよ。部屋をあったかくするって意味があったのね。一体何の生き物なんだろ。猫、狐。こんにちは。私の名前はミー。それでこっちが霊夢。これからよろしくね。ママ。ママ。ママ。霊って私のことかしら。それじゃ幽霊みたいじゃない？私は霊夢よ。霊夢。しかもなんでうぷ主がママなのよ。私だって一緒に孵化させたんだから。やめてちょうだい。私その目には弱いのよ。ママ、ママ。やもってなんだろうね。この子の鳴き声なんじゃない？そんな鳴き声で鳴く生き物見たことないけど。そっか。でもいつまでもこの子とかじゃかわいそうだからなんか名前つけてあげようよ。やもって泣いてるんだからやもちゃんでいいんじゃない？ええ。なんか単調。悪かったわね。じゃああんたが考えなさいよ。そうだな。そうだ。じゃあヤクモはどう？雲から落ちてきたし鳴き声もヤモだし。ヤクモね。いいんじゃない？君もそれでいい。うん。じゃあ決まり。君の名前は今日からヤクモだ。うん、うん。お腹減ってるのかもね。うぷ主、何かないかしら。なんか食べ物あったかな？あ。でもな。何よ。あるなら早く持ってきなさいよ。お待たせー。何よこれ。エビだけど。なんでこんなに大量にエビがあるのかって聞いてるのよ。昨日安売りしてたからたくさん買っちゃって。はぁ、まあいいわ。でもエビなんて食べられるのかしらね。ヤクモ、エビ食べられる。美味しい、それは良かった。たくさんあるからいっぱい食べてね。なんか見てたら私も食べたくなってきたわ。ちょっともらってもいい？もちろん。たくさんあるからどうぞ。うわ、意外といけるわねこれ。でしょ？このお店のエビは絶品なの。そのまま食べても焼いて食べてもエビフライにしても美味しいの。あんたのエビ好きには感服するわね。ごちそうさま。ありがとう、うぷ主。美味しかったわ。よかった。ヤクモもお腹いっぱいになった。うん。あはは。くすぐったいよ。うぷ主たち、平気かな？きっと大丈夫ですよ。卵が一日やそこらで孵化することなんてありませんって。それもそうだよな。はい、どうぞ。いやー、卵のことが心配で来ちまったぜ。うん。
そうそうヤモなんだよ。確かにヤモですね。は？ごめんごめん、連絡し忘れてた。いろいろ忙しかったからさ。まあそれはいいけどよ。あの可愛い生き物は一体何なんだ。本当に可愛いですね。やろ。でも見たこともない生き物だからな。エイリンに連絡がつき次第、ちょっと調べてもらった方がいいかもな。そうだね。でもとりあえずは私が面倒を見るよ。なな。そうだな。お前に懐いてるみたいだしな。うぷ主、言われたもの買ってきたわよ。あ、マリサに会い、来てたんだ。ありがとう霊夢。霊夢さんはあれからずっといたんですか？ええ、そうよ。ヤクモの誕生をバッチリ見てたわ。ヤクモっていうのかこの子。私が名前つけたんだ。ヤクモちゃん。私は愛っていうの、よろしくね。私はマリサだぜ。愛、マリ。じゃあ、かわいい。マリ、なんで私だけ。安心しなさい。私も霊だから。あはは。ヤクモはまだ子供だから二文字までしか言えないみたい。へえ。じゃあ、なんでうぷ主だけママなんだ。それが私にもわからなくて。一番最初に見た顔だからじゃない？ほら。鳥だって生まれて一番最初に見た人を親だって思うじゃない？そんな感じよきっと。そうなのか。ええー。じゃあ私も昨日ここにいればよかったな。私もママって呼ばれたい。昨日あんだけ粉々ってビビってたじゃねえか。あっせい。おかしいな。昨日からずっと探してるんだけど見つからない。ここら辺だと思うんだけどな。仕方ない。探知魔法を使うか。シドジワ、ヤドジアウダドウェイイクドケルス。あっちか。待っててね、私の新しいペットちゃん。いい運動になったわ。ヤクモって結構体力すごいのね。はぁ、あ、はぁ、あ。もしかしたらすごい生き物の末裔とかなのかもね。でもこんなに楽しいのは久しぶりだよ。ふふ、そうね。私も楽しいわ。ああ、こんな楽しい日々がずっと続けばいいのにな。やな。なんだ。あ、あれを見てください。わお。孵化させられちゃってるよ。しかも最悪の奴らに。誰だ？あれ？ああそうか。この姿を見せるのは初めてか。じゃあ、こっちの姿ならわかるかな？殲滅軍か。正解。僕の名前はキューちゃん。気軽にキューちゃんって呼んでね。こんな時に。一体今度は何が目的？嫌だな。わかってるくせに。隠しちゃって。それだよそれ。真珠だよ。それ僕のだから返してよ。真珠、ヤクモのこと？はぁ、ヤクモ。あのさぁ、人のペットに勝手に名前つけないでもらえる。まあ、いいや。孵化させられちゃったのは誤算だったけど。さぁ帰るよ、真珠ちゃん。やほら、ヤクモも嫌がってるじゃない？あんたなんかお呼びじゃないのよ。さっさと帰りなさい。嫌がってるかどうかなんて関係ないよ。それは僕のペットなんだから、僕のものさ。僕の意見以外いらないのさ。あんたなんかに。あんたなんかにヤクモちゃんは渡さない。うるさいな。じゃあいいよ。レオ、全員食べちゃって。やな。まだヤクモについては何もわからないけど、一つだけわかったことがある。ん？お前にだけは絶対にヤクモを幸せにできないってことだよ。うぷ主、いつの間にカートリッジを。こんな時のためにいつも特訓してたんだ。そっか。行くよ、みんな。え？く。え？ものすごい風だ。へへん。レオは僕のペットの中でも5番目に強いんだ。お前らなんかに負けるわけないんだよ。やっちゃえ、レオ。風がすごくて。
動けない。お姉ちゃん。そうか。雷で体の周りにバリアを。止まれ。チェ。これはオーバー目線するわけだ。だけどこっちだって。レオ、しっかりしろ。あの技を打ち破った。だけど弱ってます。私たちも攻撃を。うわ。キャック。強い。ウプ主は無事なの。レオ、あいつがそう簡単に死ぬわけがない。追撃しろ。お姉ちゃん。へへ、これならさすがに死んじゃったかな。あれー、まさか。レオ、上だ。くぅ、しぶとい。さすがにさっきの食らったらやばかったかもね。でも追撃までに一瞬の隙があったからなんとか逃げられたよ。さて、これで終わりだ。マムシマムスパーク。チェ、結構お気に入りだったんだけどな、そいつ。まあいいや、もういらない。やっぱり僕は君が欲しいな。ヤクモ。ヤクモに何をした？あれ、おかしいな。僕のペットは漏れなく僕に従うようにできてるんだけどな。霊族化がうまくいかないみたい。何が原因だろ。調べてみないとな。何をごちゃごちゃ言ってるのよ。ヤクモにこんなことしてただで済むと思わないことね。悪いけど僕は今から調べなきゃいけないことがあるからもう帰るよ。あ、またすぐに来るから心配しないで。それに今度はあんなのよりもっと強いやつ連れてくるから覚悟しておいてよ。じゃあねー。待ちなさい。く、あいつらいつもどうして消えるように逃げられるのよ。霊夢、あいつのことはまた後で考えよう。今はヤクモを。そうね。すごい熱。はい、氷を持ってきてもらえる。ちょっと待ってて。大丈夫か、ヤクモ。あいつのせいよ。あいつがヤクモに何か変なことしたから。お姉ちゃん、氷持ってきたよ。ありがとう。ヤクモ、早く良くなってね。それにしても、一体あいつに何をされたんだ。愛の回復の力でも良くならなかったんだろ。はい。私の力でもダメだったので、きっと精神的なものか何かだと思います。確かあいつ霊族かとかなんとか言ってたわよね。もしかしてヤクモを無理やり従わせようとしたんじゃない？ああ、確かにその可能性はあるかもしれないな。そうなるとヤクモを自分のペットとか言ってたことも気になる。もしかして。どうした？何か心当たりでもあるのか？もしかしたらあの時ヤクモちゃんの卵を落としたのはあの人だったのかもしれません。え？ってことはまさか。はい。ヤクモちゃんは殲滅軍の目的のために作り出された生き物かもしれないってことです。ヤクモが、殲滅軍の。そんな。関係ないよ。ウプ主。たとえヤクモが殲滅軍の目的のために生み出されたのだとしても、それはこの子には関係ないことだよ。確かに生み出された環境は選べないかもしれない。でもその後の行動は自分で選べる。ヤクモはもう私たちの仲間だよ。みんなはそう思わない？お姉ちゃん。そうだよね。ヤクモちゃんが何者であろうが、もう私たちの大事な仲間であることは変わらない。みんなで殲滅軍からヤクモちゃんを守ろう。
はは。先に愛にいいところを持ってかれちゃったわね。もちろん私も賛成よ。ああ、そうだな。私たちの手で薬も守ろう。みんな、ありがとう。薬も、約束するよ。私たちが絶対薬も守ってみせるからね。よし。じゃあ今日はもう遅いから交代で薬物の面倒を見よう。それで明日朝一でエイリンに薬物のことを聞いてみようぜ。あいつなら何か知ってるかもしれないからな。じゃあまずは私から。ええー、ずるいですよ。わな。うん。ちょっと寝ちゃってた。あれ、薬も。やも。え。ママ、やも。ええー、もしかして薬もなの。やも。うわぁ。ずいぶんでっかくなったねー。でも元気になったみたいで本当によかった。やも。あはは。なんだ、うぷ主、うるさいぞ。って、なんだこや。ええー。しかし、本当に不思議な生き物だよな、ヤクモって。一晩でこんなにでかくなるなんて。えへへ。でもその分モフモフ感が倍増ですよ。ヤモ。ちょっとそろそろ私に代わりなさいよ。もうちょっと。ヤモ。ええー。元に戻ることもできるの。ヤモ。あ、ヤクモちゃん。モフモフさせてちょうだい。ヤモ。おいおいお前ら。ヤクモが嫌がってるだろ。ほら、早くエイリンのところに行くぞ。なるほどね。それはちょっと気になるわね。じゃあヤクモちゃん、少しだけ調べさせてもらえるかしら。ヤモ。安心して、私たちの仲間だから。ヤモ。しかしまあ、お前はいつも大変なことに巻き込まれるんだな。あはは。ヤミちゃんの方はどうなの？ユートのこと調べてたんでしょ？ああ、それがな。どうやら調べてみたところエイリンの研究品が関係してるみたいなんだ。エイリンさんの研究品が？ああ。前のオーバーとの戦いの時に主がユートに手紙を出しただろ。うん。その時にどうやらユートはエイリンの研究所に来ちまったみたいなんだ。あ。そういえばあの時、研究所に近づかないでって。もしかしてそれが原因で。その時にエイリンが作ってたのは、殲滅軍対策の新しいアイテムみたいなんだけどな。それがうまく作動しないどころか誤作動を起こしちまったみたいで、研究所周辺に空間の歪みができちまったらしい。どうやらそれにユートは巻き込まれたみたいなんだよな。それで、ユートは無事なの？まだわからない。多分空間の歪みのせいでどこかに飛ばされたんだと思うんだが。今日もこれから捜索に行こうと思ってたところだ。闇お姉ちゃん。ユートを見つけてあげて。ああ、任せろ。お前もユートも私の大事な兄弟だからな。絶対に見つけ出してやる。ありがとう。主、お前はお前でやることがあるんだろ。うん。私がいなくても大丈夫か。へへ。任せて。ふふ。頼もしいな。じゃあそっちは任せたぞ。お待たせしちゃってごめんなさいね。ヤクモちゃんのことばっちり調べさせてもらったわよ。ヤモ。それで、何かわかったのか。ええ、さっき調べてわかった時には本当に驚いたんだけど、どうやらこの子は神獣のようね。神獣？そういえばあいつも神獣とかなんとか言ってたような。エイリン、神獣って何なの？神獣っていうのはね、遥か昔、私たち人間が誕生する前から生存していたと言われている生き物のことよ。風を操り空を舞う姿はまさに神獣と呼ぶにふさわしい美しさと伝えられているわね。だけど随分昔に絶滅してしまって以来、一度もその姿を見た者はないと言われているわ。それゆえに、私たち研究者からしたら神獣の復活は長年の悲願と言っても差し支えないものなのよ。じゃあその神獣を復活させて殲滅軍は一体何をしようと？神獣はね、その美しさの他にも恐るべき能力があるのよ。恐るべき能力？ええ、あなたたちはもう知っているはずよ。この子の恐ろしいまでの成長スピードをね。まさか。そうよ。
真珠は1日で卵から孵化し、2日で成熟期まで成長し、3日で風を操り空を飛べるようになるわ。確かにヤクモの成長は早かったけど、それのどこが恐ろしいのよ。じゃあこう言えばわかるかしら。真珠はたった3日で完全体に成長する生物兵器にもなりうるのよ。この子だけならまだいいわ。だけど殲滅軍が真珠を操ることに成功したとき、数千、数万の真珠が私たちを襲いに来るわ。唯一、真珠はなかなか個体数が増えないという点が救いなのだけれど、それもすでに真珠の復活方法を手に入れている、殲滅軍からしたら問題のないことでしょう。じゃあもしあいつがあの時ヤクモの洗脳に成功していたとしたら、私たちは、きっと文字通りすぐに殲滅させられていたでしょうね。許せない。こんな可愛い子たちを利用するなんて。ってことはかなりヤバいじゃない？早くあいつを見つけてなんとかしないと。霊族化が成功したらまた来るって言ってたわよ。でも奴らの居場所がわからなかったらどうしようもないんだぜ。早くなんとかしないといけないのはわかってるけど。せめて奴らの居場所がわかればこっちから乗り込んでいけるのに。あら。奴らの居場所なら簡単じゃない。そうよね。わからな。エイリン、どういうこと？え？だって卵はどこから落ちてきたのか考えればわかることじゃないの。卵。卵はあの雲の下から落ちてきたけど。え、まさか。そうよ。奴らのアジトは雲の上にあるはずよ。これをああしてこうして、こうすると。なんでうまくいかないんだろ。うるさい。普通の獣とかなら楽勝なのにな。しょうがない。やっぱり霊族化の出力を上げるしかないか。多少自我がなくなって制御しづらいだろうけどまあいいよね。なんせ。こんなにたくさんいるんだからね。よし。準備 OK。みんなも大丈夫。本当に3日で完全体になったな。ヤクモ、絶対にあんたの仲間を殲滅軍なんかに悪用させたりしないからね。ヤモ。ヤクモ、じゃあお願いできる。ヤモ。うまくいけば殲滅軍との戦いもこれで終わるかもな。エイリンさん曰く。奴らは何個もアジトを用意していてそれらを点々としているって言ってたので、可能性はかなり低いかもしれませんが、私もできればもう終わらせたいです。そういえば肝心のエイリンはどうしたのよ。まだ来てないの。ああ、エイリンは闇ちゃんの方を手伝うみたいだからこっちは任せたって言ってたよ。エイリンもエイリンで大忙しなのね。エイリンと闇ちゃんも分も私たちが頑張ろう。出発。やもう。もうすぐ霊の雲に近づきますね。ここからは何があってもいいように警戒しておかないとな。なんせ奴らのアジトだ。どんな罠があるかわかったもんじゃねえ。謎の飛行物体接近中、謎の飛行物体接近中。ん？へえ。どうやってここのことを調べたのか知らないけど、そっちから来てくれるなんて好都合だよ。何か飛んでくるわよ。避けて、ヤクモ。よし。ヤモ。また来たわ。降ってくる岩の数がだんだん増えてきてます。ヤモ。ヤクモ。危ない。ヤモー。すごい。岩が一瞬で粉々に。ヤモ。やるじゃないヤクモ。さすが私の相棒よ。やも。あはは。でもヤクモのおかげで無事奴らのアジトにつけたよ。ありがとう。やも。すごいね、さすが。やっぱり僕のペットは最高だよ。たった一匹でこれだからね。これがもっともっと増えたら。へへへ。想像しただけで笑いが止まらないよ。あんたたちの悪巧みもここまでよ。真珠を悪用しようとしてるなら今すぐやめなさい。あらや。
バレちゃったか。そっか、そっちにも研究者の端くれみたいな奴がいたんだっけ。まあ一流の僕に比べたら他の科学者なんて三流もいいとこだけどね。所詮イコちゃんごっこしかできない科学者なんて科学者失格だよ。お前なんかとエイリンを比べるな。じゃあ聞くけど、そのエイリンって人は何ができるの？何？その人に神獣の復活なんて大それたことができたのかい？それは、できないよね、そりゃそうだよ。生ぬるい世界で科学者なんかしてたって何の成果も出せるわけないさ。普通の科学者にはできないことが僕にはできる。僕が殲滅軍に入った理由はね、ここでなら好きなだけ非人道的な実験の数々をさせてもらえるからさ。ここでならどれだけの人体実験や危険な試験を行っても誰にも咎められない。だからこそ僕だけが未だかつて誰も成し遂げられなかったことができるのさ。あ、あんた狂ってるわよ。このまま殲滅軍の好きにさせてたら世界は破滅しちゃうのよ。どうでもいいじゃん、そんなこと。何言ってるの？あなただって殺されちゃうのよ。だから、どうでもいいんだってそんなことは。どうせみんないつかは死ぬんだし。それなら僕は世界一の科学者になって死ぬんだ。誰も到達できなかった場所まで行って死ぬ。最高でしょ。ふざけるな。そんな自分勝手なことのためにみんなを巻き込むな。それに自分の実験のために、何の罪もない生き物たちを道具にして、少しも心が痛まないの。ええ、実験の道具に感情移入なんてしないでしょ普通。うぷ主、無駄よ。話が通じる相手じゃないわ。うん。さあ、もういいでしょ。早く僕は神獣ちゃんを返してほしいんだけどさ。どうせおとなしく返してくれる君たちじゃないよね。当たり前じゃない。そう言うと思ったよ。この前言ったよね。今度はもっと強い奴を連れてくるってさ。この子たちは僕のペットの中で3番目と4番目に強い子たちだよ。レオなんかとは比べ物にならないくらい強いし、何よりこの前の戦いを分析してしっかり対策してきたからね。もう君たちに勝ち目なんてないよ。そんなのや。な、早い。聞く。言ったでしょ。対策してきたってさ。変身なんてさせないよ。その隙があったら切り刻むからさ。聞く。マリサさん。二人で同時に攻撃しましょう。おう。よし、やったか。な。イッヒ。君たちの浅い考えなんてお見通しだよ。かまいたちさんは攻撃専門、ゴーレムちゃんは防御専門に特化してるからね。2匹が組めば最強なのさ。さあ、早くこいつらを倒しちゃって。早い。どうにかしてマガタマをつけないと。くっ。うぷ主。キャハハハハ。やっちゃえやっちゃえ。やられる。やも、やも。やくも。あ、もう、せっかくいいところだったんだから邪魔しないでよね。やあも。やった。あのカマ、再生できるのか。でもこれで変身できる。やった。やっちゃえ、ミーサ。ミーサ。ミーとマリサでミーサじゃない。あれに名前つけたのか。動くな。へへーん。僕が何の対策もしてないと思った。変身されようがされまいがもう君の攻撃は一切合切僕たちには通用しないのさ。なら、これならどうだ。マキシマムスパーク。なに？だから言ったでしょ。君の攻撃は全部解析済みなの。さあどうする。お姉ちゃん。うわぁ。やも。
やっぱり手強いね、僕の真珠ちゃんは。君だけが唯一の計算外だ。早く僕のものになってよ。もうすぐ君の仲間もたくさん増えるしきっと楽しくなるよ。仲間だと、もう真珠を量産し始めてたのか。へへへ。そうだよ。あと数時間もすれば大量の真珠たちが僕のペットになるんだ。でも安心してね。君だけは第一号としてちゃんと特別に大事にしてあげるからさ。やも。ヤクモは絶対に渡さない。はぁ、振られちゃった。本当はこんなことしたくないんだけどね。しょうがないよね。や。ヤクモ。前と同じ霊族化でしょ。ヤクモには効かなかったの思う忘れたの。前とはちょっと違うんだよな。出力 200%。やもう。ヤクモちゃん。や、ヤクモ。う。キャハハハ、やった。ついに霊族化も成功だ。これでいつ他の真珠が孵化しても大丈夫だね。ただちょっと自我が吹っ飛んでるのは気に入らないけど。そんな。ヤクモちゃん。や、ヤクモ、嘘でしょ。私たちのこと忘れちまったのかよ。キャハハハ、楽しい。行け、真珠ちゃん。こいつらをやっつけちゃえ。う。ヤクモ。思い出して。私だよ。主。約束。したでしょ。ヤクモ。絶対守るって。だから。絶対諦めない。いや。無駄だよ。一度霊族化したら解けることはないのさ。ヤクモ。また一緒に。エビ食べようよ。いや。もう一度、もう一度私のことをママって呼んでよ。ヤクモ。ああ。いや。ま、ママ。ママ。ヤクモ。ヤクモ。よかった。ヤモ。そんなバカな。僕の計算が狂うなんてことあるわけが。私たちの絆はあんたの計算なんかで測れるもんじゃないのよ。く、うるさいうるさいうるさい。凡人が天才の僕に偉そうにするな。お前たち、早くこいつらをやっつけろ。じゃあ、うわ。マリサ、あい。く。や、ヤモ。ヤクモ、もう大丈夫なの。ヤモ。わかった、一緒にあいつらをやろう。来るわよ。何やってんだ、早くやれ。ヤクモ、君の速さならあのかまいたちにも絶対負けない。だから少しの間あいつを抑えておいて。ヤモ。うぷ主、どうするの。霊夢、お願い。とうとう私の番ね。任せなさい。ありがとう。うぷ主と霊夢が合体したぜ。はい、でもなんか。どうした。いえ、きっと気のせいです。さて。サーチ。
こか。要求、雨の香りに。シュート。すごい。あんなに速いかまいたちを正確に。ああ、あれはやべえな。ああもう。どいつもこいつも使えないやつばっかりだよ。これで形勢逆転だな。え？何言っちゃってんの？こんなんで形勢逆転。あはははは。笑わせないでもらえる。はぁ？もしかして今僕に威嚇したの？君は僕が作ったんだよ。いわば僕は君の親なのに。子が親に逆らっていいと思ってるの。もういいよ。君に固執しすぎた僕も悪かったのかもね。何かわからないけど嫌な予感がする。霊族化の実験もうまくいったし。出来損ないの君じゃなくて他の神獣を僕のお気に入りにするよ。だから君はもう。ヤクモ、逃げて。死んじゃえ。じゃ。ヤクモ。ヤクモ。ヤクモちゃん。あはははは。ちょっと気づくのが遅かったね。お前。まさか。そうだよ。僕が作ったペットたちはみんな心臓に小型爆弾を埋め込んでいるのさ。少しでも僕に反抗したり使えなかったりした奴はこうなる運命なんだよ。あんた、どこまで、クズなの？ヤクモ。ヤクモ。しっかりして。お願い。死なないで。はは？おとなしく僕のペットになってれば死なずに済んだのにねー。ん？なにこれ？お前だけは絶対許さない。な、そんな怖い顔したって無駄だよ。ほらゴーレムちゃん、行け。はぁ？くっそー。本当はこんなところで使いたくなかったけどしょうがない。来い。聞いて驚け。こいつらが僕の奥の手さ。僕の知識の全てを注ぎ込んで作った最高傑作だよ。行け。あはははは。さすがの君でもこの2匹を相手にしたら手も足も出ないよね。ちなみにこのキメラは君たちアジンの死体を利用して作ったのさ。死体だとしても君に仲間を傷つけられるのかい？黙れ。雨の香りに、バーニングモード。シュート。な。うぷ主、霊夢。二人の怒りがこっちにも伝わってくる。くしくもヤクモちゃんの死が、二人の力を完成させたということでしょうか。なんだか私には二人が怒りに任せて遠くに行っちまう気がするんだぜ。早く立てよ。あんな奴にいいようにやられてんな。邪魔だ。は、はぁ、わけわかんない。たかが遊びに本気になっちゃってさ。付き合ってられないよ。お前みたいな化け物に。もったいないけど仕方ない。何？爆破装置を起動させたのさ。もうすぐここはコッパみじんになるんだよ。なんだと？君たちに僕の大事な研究所を荒らされたくないからね。神獣ちゃんたちには悪いけどここは外させてもらうことにしたよ。今までの研究資料のバックアップはちゃんと用意してるし、別の場所でまた作ればいいだけだからね。あと一応言っとくけど負けたわけじゃないんだからね。戦略的撤退だから。じゃあねー。あ、君たちも早く逃げた方がいいよ。まあ、この上空から逃げられたらの話だけどね。
どうしよう。ここまで連れてきてくれたヤクモちゃんはもう。私のほうきでもこの高さと人数は無理なんだぜ。くそ。どうする?爆発まで残り1分。クリエイト。うぷ主、どうするつもりだ?二人ともこれを体に巻きつけておいて。うん。シュート。キャー。うわ。ふんふん。逃がすと思ってんのか。へ。グフ。死ぬことなんてどうだっていいんだろ。望み通りにしてやるよ。が、ぐ、がふ、が、や、やめ。うぷ主、霊夢。お前にはヤクモが味わった以上の苦しみを与えてやる。簡単に死ねると思うなよ。は、は、は。何かでは。これで。煙幕。危険だけど、もう飛び降りる資格がない。小賢しい。な。クリエイト。じゃあ。焼くもの。いや。今までお前が苦しめてきた生き物たちの痛みを知れ。じゃあ。うぷ主、霊夢。もういい。もう十分だ。いくらこいつが悪い奴だからって、これじゃこいつらと同じになっちまう。お姉ちゃん、私もマリサさんに賛成だよ。こんな奴でも殺したら奴らと同じに。じゃあ、うぷ主。二人は黙ってて。いくらこいつを痛めつけてもヤクモがもう帰ってこないのはわかってる。わかってるけど、どうしてもこいつを許せない?私たちの怒りの炎はこいつを焼き殺すまで消えてくれないの。お姉ちゃん。ヤクモちゃんだってきっとそんなこと望んでないはずだよ。そんなのもうわからないよ。これは。ヤクモちゃんの。ヤクモ。ここは、私たちは一体、わかりません。でも、ここにいると心がすごく安らぎます。ん?あそこにいるのってもしかして。やな。あ。ヤクモ。ヤクモちゃん。ヤクモ、ごめんね。絶対守るって約束したのに。私、でも、あんたの仇は絶対取るから。やな。ヤクモ。やな。でもそれじゃあんたが、報われないじゃない?やなやな。ヤクモ。ヤクモちゃん。君たちに出会えて僕は幸せだったよ。だから悲しまないで。僕はずっとみんなと一緒にいるから。ヤクモ。うわーん。ヤクモ。ぐす、ヤクモ。ヤクモ。うぷ主。霊夢さん。がは。は、は、は。何がなんだかわからないけど。とにかく助かった。今なら。さあ、早く帰ろうぜ。あの人はどうします?そうだな。とりあえずエイリンのところに連れて行って、殲滅軍の情報を聞き出せるだけ聞き出してみるか。そうですね。お姉ちゃんたちもそれでいい。ありがとう。それとさっきのロープちょっと借りるね。あいつを縛るのか。はい。さっきのお姉ちゃんたちの攻撃でしばらく動けないと思いますが、一応念のために。そうだな。頼む。
ほら。いつまでも落ち込んでてもしょうがないだろ。ヤクモの分まで私たちがちゃんとしないと。ん？ありがとう。おう？じゃあ。はい。はぁ、はぁ、はぁ。甘いね、残念だけど形勢逆転だよ。お前、いい加減に。おっと。気をつけなよ。このナイフは僕の特別製でね。僕にしか解毒できない毒がたっぷり塗ってあるのさ。切り傷一つで即を打仏ってわけ。君たちがこれ以上僕に近づいたらこの子は死んじゃうよ。くそ、卑怯な。感謝するよ。君たちが甘かったおかげで僕は助けられたんだ。さあ、もう話はおしまいだよ。この子を助けたければ、君たち二人とも今すぐここから飛び降りて。お姉ちゃん、マリサさん。こうなったのは私の責任です。だから私のことは気にせ、うるさい。君は黙っててよ。今はこの二人に聞いてるんだから。さあ、どうする？僕を捕まえるためにこの子を見捨てるかい？うぷ主、こいつの言う通りこうなったのは私が甘かったせいだ。だから私があいつのナイフをどうにかする。その隙に愛のことを頼む。マリサ。こうなったのは私たちみんなの責任だよ。だから一人で背負い込まないで。大丈夫。きっとなんとかできる。何ごちゃごちゃ言ってんの。もういいよ。最初からこうすればよかったんだ。じゃあ、はい。あはははははは。ほら、追いかけなよ。早くしないとあの子死んじゃうよ。く。うぷ主、霊夢。愛のことは私に任せろ。そいつのことはお前たちに任せる。マリサ。ほら君も行かないと。ん？いいの。仲間を見捨てて。私は私の仲間を信じてる。マリサは任せろって言ってくれた。だから私はお前を倒す。くそ。どいつもこいつも仲間だ家族だ信頼だのばっかり。僕はそういうの大嫌いなんだよ。お前たちみたいな普通の枠を出られない奴らは、みんな僕を苦しめる。いいよ。やってやるよ。僕がお前を殺して証明してやる。僕がやってきたことは間違いじゃなかったって。闘気術全開。闘気術。オーバーだけじゃなくてこいつも使えるのか。さっきまでの傷が消えていく。はぁ？速度はオーバーほどではない。けど、一度でも毒ナイフが当たればアウトだ。僕を倒すんだろ。避けてばっかじゃ勝てないよ。はぁ、はぁ。どうだ。僕だってやればできるんだ。お前たちみたいなボンプ同士で慣れ合ってる連中とは違うんだよ。どうしてそこまで誰も信用しないんだ。お前には関係ない。どうせ僕のことは僕しか理解できないんだ。そうだ。僕はもうボスしか信用しない。そう決めたんだ。僕のお父さんは有名な研究者だった。立派な父、優しい母、父を目指して科学者の道を進んでいるわね。みんな僕の自慢の家族だった。あの日までは。お父さん。おっと。こらこら。今父さんは大事な実験の最中なんだから邪魔しちゃダメだろ。そうですよ。お父さんの研究の邪魔をしちゃダメよ。はい。父さん、また失敗だったよ。そうか、また一からやり直しか。そ。最初はただの気まぐれだった。僕はただお父さんたちの手助けがしたかったんだ。お父さん、これなに？はは、お前にはまだ早いな。これは父さんが長年かけて研究してるものだ。これが完成したら世界中から大注目されるぞ。そしたら父さんは英雄だ。わあ、お父さんこれが完成したら嬉しい。そりゃもちろん。さあ、父さん、実験の続きを。ああ、そうだな。
ふんふん。わ、なんか光った。なんだと。嘘。ちょっと見せてみろ。完成してる。そんな。父さんが何年かかってもできなかったのに。お父さん。僕やったよ。褒めて。なんてことしてくれたんだ。え？そこからは早かった。僕が完成させたのはまだ治療法がない藤の病を治す薬だったんだ。世界中がまだ小さかった僕に注目した。若き天才、神童。世間からいろんな呼び方で呼ばれたけど僕にはどうでもよかった。僕はただお父さんやみんなに喜んで欲しかっただけなんだ。でも。ぐ。どうしてお前ばかりが。あれは俺の研究だ。俺が称賛されるべきなんだ。あれ以来、お父さんは叫びたりになり僕やみんなに暴力を振るうようになった。お父さん。僕はいいよ。あれはお父さんが作ったってことにしても。なんだと。お前は私に情けをかけるのか。ああ。痛い、痛い、痛い。お父さんやめて。お母さん、お姉ちゃん助けて。お前が余計なことをしたせいで世間での俺の評判はガタ落ちだ。小さな娘に向けた間抜けな科学者だとよ。クソが。ガハ。お父さん。ごめんなさい。申しません。今さらもう遅い。もう科学者としての俺の人生は終わりだ。俺にはそれが全てだったんだ。それをお前が奪った。だから。お前を殺して俺も死ぬ。お父さんやめて。はぁ、あ、はぁ、あ、逃げなきゃ、殺される。きゃあ。はぁ、あ、はぁ、あ。恨むなら自分の才能を恨め。お前のせいで俺はこんな目に遭ったんだ。お前なんか生まれてこなければよかったんだ。そうか。僕は生きてちゃいけないんだ。僕がいるからお父さんやみんなが苦しむんだ。だったらもう。おら。醜い。あ、が。体が勝手に。いやあ。お父さん。あ、あなたは。我が名はユア。全人類を滅ぼすものである。人類を。我の計画に君の頭脳が必要だ。こんなところで死なせるには惜しい。我と共に来い。どうして、僕なの。僕なんか。君の才能は素晴らしい。我のために役立て。僕は生きててもいいの。ああ。お前は我が人類を滅ぼすまで我のために生きろ。わかった。僕は今日から君のために生きる。僕を必要としてくれた君のために。期待してるぞ。それから僕はボスのためだけに生きてきた。元の名前も家族ももういらないから捨ててきた。ボスは僕が結果を残したら褒めてくれる。お父さんとは違う。だから僕はボスが好きだ。ボスに褒めてもらうことだけが僕の全てなんだ。まあ恥ずかしいから本当のことは誰にも言えないんだけどね。しつこいな。早くこいつを殺してボスのところに帰るんだ。こいつらを始末すればきっとまたボスが褒めてくれるはず。ボスの期待に応えるんだ。なんだ？雰囲気が変わった気がする。そら。な。はぁ、はぁ。危なかった、急に動きが。随分不思議そうな顔してるね。お前まだ奥の手を隠してたのか。はははは。こういうのは最後まで取っておくもんなんだよ。僕のこの目は特別性でね。いろいろと自分で改造してるんだ。それに僕のユニーク魔法である探査魔法を掛け合わせると、数秒先の未来が見える。だから僕は未来の君の動きに合わせてナイフを置くだけでいいのさ。こんな風にね。く。ひどいな。まだ僕が話してたじゃないか。こいつ本当に未来が。でも君はすごいよ。僕が見た未来ではもう君は二度死んでるからね。ギリギリで踏みとどまるその反射速度は脅威だと思うよ。まあそれもいつまで続くかわからないけどね。く。はぁ、あ、本気でやばい。このままじゃ、いつ当たってもおかしくない。ほらほらほら。
以上、近接戦は不利すぎる。なら、クリエイト。シュート。どこに向けて撃ってんの？スプリット。何言ってんの？なんてね。君の考えてることなんて僕にはお見通しなのさ。く、なら、クリエイト。これなら先が読めても意味がないでしょ。ステンス族。シュート。確かに未来が見えてもそれは避けようがないね。けど、僕だってまだ本気を出してないんだよ。メリド、トルネード。さらに、おやく。僕はボスのために負けるわけにはいかないんだ。はぁ、はぁ、悪いね。僕の勝ちだよ。やった。やったよ。僕やったよ、ボス。キツネ族のオサを倒したんだ。これで褒めて。ゲホゲホ。はぁ、はぁ。やばい。早く帰って治療しないと僕も死ぬ。おい、早くボスの元に帰るぞ。はは。でも、もうこれで。あれ？あいつの死体がない。まさか落っこちたのか？いない？どこに？ガハ。お前、どうして？さっき確実にとどめを刺したのに。はぁ、はぁ。これだよ。ヤクモが守ってくれたんだ。お前にはない絆が私たちを守ってくれたんだ。黙れよ。黙れ黙れ黙れよ。薄っぺらい絆がなんだ。そんなものに僕は負けない。僕にはボスがいる。それが全てなんだ。決着をつけよう。私たちとお前、どっちが正しいのか。僕は勝つ。勝って僕の正しさを証明してみせる。勝った。僕の勝ちだ。つ、そ、目が。今だ。へへ。僕の、勝ち。だ。は、は、は、は。は、は。やったわ。私たち、の勝ちよ。うん。でもまだ。そうね。あいつのことだからまだ何かするかもしれないわね。しっかり縛りつけておかないと。あれ？おかしいな。体が動かないや。僕はあいつらに勝ったはずなのに。そっか。僕は負けたんだ。悔しいな。あんな絆とか言ってる奴に負けたのか。ボス。ごめんね。でも僕の研究は全部ボスのものだ。あいつらに奪われるくらいなら。
これで大丈夫。あとは。霊夢、大丈夫。ごめんね。肩借りちゃって。もう歩くのもやっとだわ。何やってるのよ。早く縛らないと。もう必要ないみたい。え？だって。もう。ああ。これが死ぬってことか。散々な人生だったけどボスに会えて幸せだったな。ああ。最後にまたボスに褒めてもらいたかったな。そっか、死ぬ時になって初めてわかったよ。僕はボスのことが好きだったんだ。オーバーも他のみんなのことも好きだった。僕は仲間が欲しかったんだ。もし生まれ変わったら今度はみんなと幸せになりたいな。早く地上に。って、もうすぐ地上じゃない。そっか、操り主がいなくなったからこのドラゴンも解放されたのか。どこに行くのかしらね。それはあのドラゴンにしかわからないよ。それもそうね。当てて。大丈夫。ありがとう。それよりマリサとアイは大丈夫かしら。おーい。マリサの声よ。おーい。あそこに。お姉ちゃん、心配かけてごめんね。いいんだよ、無事でよかった。なんとかギリギリ間に合ったぜ。それよりあいつはどうなった？あいつは、あそこに。そっか。あんな奴でもあのままじゃかわいそうだからな。みんなで埋めてやろう。今回も大変な戦いでしたね。何より失ったものが多すぎて。そうね。帰りましょう。ヤクモのお墓はもっとちゃんと作ってあげたいわ。ボス、球が破れたみたいです。ボス、涙。もう仲間を失うことには慣れたと思ったのだがな。まだダメらしい。ボス、球のことは残念でしたが、こちらの準備は整いました。いつでも開始できます。わかった。しばらくしたら始めろ。十二支の指輪を回収するぞ。は。球、お前の作ったこれで人類を必ず破滅させる。我もすぐにそちらに向かう。少しの間待っててくれ。うぷ主、あれからずっとああなんだろ。はい。私にはそばにいるだけしかできなくて。元気づけたくてもどうしたらいいか。気にすんな。私もだ。仲間なのにこんな時なんて声かけていいのかすらわからないんだからな。ん？あれ霊夢じゃないか。やも。ヤクモ。霊夢。いつまでもしょげてるんじゃないわよ。そんな姿ヤクモに見せられるの。ほら、これあげるわ。私が頑張って作ったんだから、感謝しなさいよね。霊夢、ありがとう。ほら、美味しいエビでも食べに行きましょ。アイもマリサもそんなところで見てないで行くわよ。バレてたか。当たり前じゃない。二人とも、心配かけてごめんね。お姉ちゃん、ゆっくりでいいからね。無理に元気にならなくても大丈夫だから。ありがとう。ああ、うぷ主。私の分取ったでしょ。取ってないよ。だって私の分一本ないわよ。なくなったらまた頼めばいいじゃねえか。美味しいです。あれ？私のもない。気づかないうちに食べちゃったんじゃないのか。だってさっきまで。やな。ほら、ヤクモのぬいぐるみだってそう言ってるよ。やな。
でも霊夢。この触り心地とか鳴き声とか本当によく作ってくれたんだね。ありがとう。え？ん？私の作ったぬいぐるみにそんな機能。ないわよ。え？でも。お姉ちゃん。霊夢さんが作ってくれた方ってこっちじゃない？え、じゃあこっちは。嘘。どうして？私にも見せてちょうだい。本物よ。本物のヤクモだわ。なんで？はぁ、はぁ、はぁ。あなた、早すぎよ。エイリン。どうしてここに？ふふふ。そんなの簡単じゃない。この子があなたたちの匂いを辿ってきたのよ。はぁ、あ、いやいやそうじゃなくて。なんでここにヤクモが？それも簡単だわ。私がヤクモちゃんの復活に成功したからよ。え、でもどうやって？あなたたちから預かった羽を使ったのよ。この羽を解析してみたら、ヤクモちゃんを構成する全ての情報が詰まっていたわ。きっと死の間際、無意識的に自分のバックアップを取っておいたのかもしれないわね。私にはまだ真珠の復活なんて大それたことはできないけど、元からあるものをつなぎ合わせることはできるわ。そしたら、こうなったってわけ。エイリン、ありがとな。お姉ちゃん、よかったね。